ミナノク、アマかける。織田軍の城内侵入を許したか。長政様、勝負はまだこれからです。そうだな、城内の味方を助けつつ織田軍を駆逐しよう。それがしも同行するぞ。皆決して希望を捨てるな。最後まで生きてこの戦を乗り切るのだ。の勢い凄まじく、助太刀を。平和となるまでそれがしの戦は終わらない。討ち取ったり。なぜ相手となる。感謝いたします。蹴散らしてくれる。任せよ任せよ。平和となるまでそれがしの戦は終わらない。バカめ、これが格の違いよ。よし、この調子で他の味方も助けよう。様には指一本触れさせん。それがしを守ってくれるのか。気持ちは嬉しいが無理はせぬようにな。長政様、俺のような下級武士の名前を覚えてくださり褒めてもくださった。その業をこの危機にこそ返す。胸にしまった感情に誓って決断してくれる。さすがは長政様、上に立つべきお人だ。平和となればそれがしの戦は終わらない。槍のまんまだ、まかり通るぜ。敵将撃ち取って。長政様、牢石者は排除しました。ありがとう。それがしは本当によく家臣に恵まれた。雰囲気が重くて暗いのよ。火をつけて明るくしてあげましょう。この混乱に乗じて長政を討ちます。みんな気をつけよ。火のそばで戦えば体力を消耗しよう。
敵将討ち取ったり貫き通せ。釣れないわね、長政。挨拶もなしに追っ払わせるなんて。叶う相手ではなかったか。さすがは長政様、上に立つべきお人だ。わしはこの小谷を枕に討ち死にする覚悟じゃ。家財三将が一人、海宝綱近の死に様を見よや。かたじけない。このまま織田を追い返しましょうぞ。任せ、ここは取り出し。承知じゃ。父の仇ね、人たちも浴びせられないなんて。すまん、まだ死ぬなということか。火の勢いは増すばかりだ。そなたたちだけでも城外に逃げてくれ。長政様、嫌です。一緒に脱出して再起を図りましょう。分かった、一緒にこの窮地を乗り越えよう。城外に抜けられる道はこっちだ。皆共に行くぞ。勝利条件変更。ごめんね長政さん、逃がすことはできないんだ。敵に気づかれたか。敵将討ち取ったり。兵とは姿勢の道、存亡の道、考えてきてる。我が槍、我が真理に貫けるものはない。承知じゃ、承知じゃ、承知じゃ。侵入成功だね。お市様はかわいそうだけど、長政を撃つよ。バカめ、これが格の違いよ。任せ、任せ。やっぱ夫婦の幸せ壊すなんて無理だよ。お市様、この薬長政に使ってあげて。ありがとう、うん、長政様、夫婦の手を手を。バカめ、これが格の違いよ。ありがとう。さあこっちだ。承知じゃ。まだ間に合います。信長様には私から除名嘆願を。背いたからに後戻りはできぬ。来い光秀殿、遠慮は無用だ。草なき地平を見ると体を切る。敵将討ち取ったり。それがしはまだここで果てるわけにはいかん。
それがしのために戦う者がいる。それがしは彼らを引き連れてくる。先にこの地下道に入り道を開いてくれ。大丈夫だ、後から必ず合流する。承知じゃ、承知じゃ。長政様、決してご無理はされぬよう。高虎、位置を頼む。決して引けよ。長政様の意志を守らなければ。お市様、私たちと共に脱出を。